まさか自分の人生でこうブルーレイを出す機会があるとは思ってなかったので、一番はびっくりしています。エンターテインメントだったので、面白いというか、バラエティ的な需要があったので、別にそこに私の名前を引っこ抜いちゃっても成立するものではあったんですけど、今回はこれ私でしかない感じの商品なので、そこが今までと全然違いますね。しげさろめちゃくちゃおいしい、超おいしい。ゾウに乗ったところとスカイフィッシュ、そう、あとやっぱビールが美味しかった。何か終わるたんびにビール飲んでる絵が挟まる。そうですね、終わってなくても実際飲んでましたね楽しかったし美味しかったですね、やっぱ私にとって性行為である耳かきのシーンですかね。やっぱあれは性行為なので、私の中ではモザイクかけなくていいのかなって思ってますね。今でもただただ気持ちいいだけのことを自分に対してしてるなんて性行為ですよね。特典映像は絶対見逃さないでほしいですね。舞台裏も入ってるし、一番多分漏れてる姿とかも特典映像に結構集約されてるので、あとは私の本音がいっぱい、本編でも入ってるんですけど、本編に収めきれなかったものも結構長い尺で入ってるので、本編ですごくおすすめなのは、でも本編はもう結構すごくずっと通して一連で見て最後ジーンとする感じなので、途切れないようにちゃんと2時間とか空けてみてほしいですね。その日もうがっつり、そう、ブチブチで毎日ちょっとずつとかじゃなくて1日で見てほしいですね。まずは やばくなってなるほど、そういうことか、うん。やっぱ盛り上げ女王なので、盛り上げ女王女体盛りって言いたかったんですよね。なんか書かれたかった、そういう風に。この女体盛りの完成図とかってみんなわからないから、それをこう私もどう伝えたらいいかわからなくて、こうやりながらみんなでああでもないこうでもないやってやったのが印象的ですね。イメージ通りに、なんかやっぱり写真って体温とか立体感があんまり映らないから、でもこの生クリームの溶けてる感じとか、チョコレートの滴り方でそこが質感として映せたので、普段映せないものが映せたんじゃないかなと思ってます。なんかやっぱ女の子は食べるものだと私は思ってるので、きっとそういう意味ですね、はい。今私は食べ頃だと言いたい感じでつけました。食べ頃かなと、はい まあ、世間的に多分私今が旬って思われてるような気もするっていうのもあるし、食べる食べないっていう男女の間の表現が好きなんですよね、個人的に。食べちゃうよみたいな、そういうやつがちょっと好きなんですよね、ただで私は今食べ頃だと思いますよ、私は白い下着のところのコーナーが好きです、これは結構気に入ってますね。あ、そう、下着姿はむしろ見せたいんですけど、普段だと見せる機会がないので、写真集っていう大義名分のおかげで堂々と見せる機会がもらえて助かったというか、その私のことを応援してくれてる人って、顔が好きな人と頭の中が好きな人と、そのパフォーマンスが好きな人と、まあ、動画が好きな人と、いろんな種類の人がいるので、その顔ファン以外の人たちも楽しめる写真集にするにはどうしたらいいんだろうって考えた結果、こう文章とかインタビューとかヒストリーを入れることにしたんですけど、内容としては私が書いた部分はバリで感じたことをたくさん書いていて、まあ、バリにみんな行きたくなったらいいなと思って書いたのと、あとインタビューは本当に私の人生が分かるインタビューになってますね。お手紙は絶対入れたかったので、いつもみんなにファンレターとかもらうけど、なかなかお返事ってできていないので、この機会に絶対に入れたいなと思って今の私の気持ちを書きました。なのでこれこだわって一番最後に書きました。全部出来上がってから書きました。第3章はどんどん私っ
的に思わぬ方向に今進んでいるので、まあ第2章もあんまり思わぬ方向だったんですけど、第3章はそもそも存在しないと思ってたので、第3章をがあるのって第3章で一緒にいる人たちが作ってくれたものだなと思うので、その第3章私のそばに寄ってきてくれたその仲間たちと全てのその一つ一つの企画をちゃんとやりちぎっていきたいですね。効果を出して成果を上げて、で末永くこの活動が続くようにやりたいですね。はい、下田美咲のファースト写真集とブルーレイ8月6日発売です。よろしくお願いします。